白井河原の戦いは、元気2年8月28日に白井河原の一帯で行われた戦い。池田氏の一家臣であった荒木村重が、摂津国内で勢力を拡大するために起こした戦いと考えられている。A62 年、織田信長が足利義明を擁立して上洛し、摂津に入国、芥川山城主の三好町一が、阿波国に逃走し、 松永久秀が織田軍に組みすると、久秀の家臣であった高山智輝もそれに従った。高山智輝は、a 十1年に、摂津三種後に新たに抜擢された、幕臣、和田惚政より、芥川山次郎を預けられ、国人から戦国大名に飛躍していったものと考えられている。戦国時代初期の英称の作乱以降、摂津は常に、 戦乱の地であり、信長の上落以降は徐々に平定されていくとはいえ、この時は、まだ一つにまとまっていなかった。A61 年8月の稲寺の戦いは、茨城重友、伊丹近沖連合軍と池田勝政軍の戦いであったが、その後の情勢は、茨城重友を支援する、和田これ正と、池田城から勝政を追い出した、荒木村重と、 中川清秀の連合との対立へ変化した。荒木村重は、元気元年7月に、阿波から再上陸した、三好長一の支援を受けており、この対立は、三好氏と幕府軍の勢力争いでもあった。元気2年5月、三好義継と松永久秀が、畠山秋高の片野城を攻める。足利義明の下で、義継、久秀、秋高は、 身分上は、爆心扱いとなっており、爆心同士の紛争に反発した義明が、和田これまさに、秋田家救援を命じるとともに、これまで、対立関係にあった、筒井純慶と和睦をして、久秀を牽制しようとした。これを知った義嗣と久秀は、義明に反旗を、翻すとともに、長く対立関係にあった三好三人衆や、淡美好勢力とも和睦をして、 三好町警の没後分裂状態であった三好勢力が再結集されることになる。元気2年8月、西国街道上の白井河原を挟んで両軍が退治することとなった。この時、茨城和田連合軍は約500機で耳原古墳の西側のぬか塚に陣取り、一方の荒木中川連合軍は郡山の北側の馬塚に約2500機で陣取った。 和田これまさの五輪島ひなわし列法いまだ人形が整わない、茨城、和田連合軍から、郡山城主、郡正信が単身で、荒木、中川連合軍の陣取る、馬塚に出向き、時間稼ぎをしようとした。これまさの息子、和田これ長の軍が後続し、高槻城には、高山ともらもいたため、それらの戦力を加えるための時間稼ぎの行動では、 ないかと推察されている。しかしこの計略は見破られ、逆に戦闘が開始された。この時、郡ー信はこれまさに、大勢に無勢これでは、勝ち目はない。大将は強いだけが脳ではなく、顔を見て進み、負荷を見て尻ぞき、無事を持って、利を図るのが名称なのであると進言したようである。しかしこれまさはこの申し出を全く聞き入れず、二百0機を、 引き連れて馬塚に突撃したようである。また、信玄を聞き入れてもらえなかった正信は、名馬、金屋黒に乗り戦闘に参加したが、荒木、中川連合軍の武将、山脇玄大夫に打ち取られてしまった。村重は、和田これさの首を取った者には、くれ代を与えるという人礼を出し、清秀がこれさの首を取った。このくれ代というのは、 現在の池田市朝日が丘二丁目周辺ではなかったかとされる。この呉れ台の国高は三百国の五百国程度で、この土地が温床として与えられたと考えられている。また、茨城市南耳原二丁目周辺には、和田こま政の墓と伝わる五輪塔がある。一方、清秀とこま政が激突している中、茨城軍は手薄となった。 村重の本陣に突進してきた。しかし、山陰に隠れていた二千兵が、茨城軍を囲い込み、鉄砲衆三百兵を駆使して落とし入れた。それでも茨城軍は奮闘し、最後には重友自身が村重に傷を負わせたが、村重自身に打ち取られたとされる。この時、将軍、吉明の家臣となっていた、長井道俊も討ち死にお遂げている。 司令官を二人とも失った、茨城、和田連合軍の暫定は玉砕覚悟で撃って出て、ほぼ全滅した。この時の様子は、白井河原は、名のみにして、からくれないの竜となると記されている。後続する、和田これ長の軍は、敗戦の方を知るや高槻城に引き返し、高山とモテル、右近んふと城の守りを固めた。 茨城城の石碑高槻城の石碑、荒木、中川連合軍は茨城城を攻め落とした。また、氷山城等も攻略すると高槻城を行為した。松永久秀、久道伏と淡美義家の重臣、篠原長房も行為軍に加わり、高槻城の城下町を二日二番かけてすべて焼き払い破壊したとされる。当時、高月城周辺には、 キリスト教会があり、和田市、高山市の庇護を受けていた。フロイスは、ことの成り行きを見守っていたが、ロレンソ両妻を、織田信長のもとに派遣し、戦況を報告させた。自分の知らないところで、戦が行われていたことを知った信長は、同年9月9日に、佐久間信盛を使者として、高槻城から鉄兵を勧告した。 しかし、両軍は動かず、同年9月24日に、明智光秀が千兵を率いて、朝廷に乗り出した。ここに至って、村重も撤兵を決意したものと考えられている。その後、村重は、池田城に、清秀は、茨城城に入った。また、三好勢は、高槻を越えて、京に迫り、翌元期3年12月に、三好安永、篠原寺闘。 篠原長茂が山城国王山崎の利休屋はタグにそれぞれ金星を発給している。一方の和田これ長は高槻城主となったが高山友も夫氏と対立。元気4年3月、村重と通じた高山府氏によって高槻城から追放された。供養地蔵。ありがとうございます。